みんなで最後まで楽しんでもらいたいと思います。さあ笑顔が一つ見えました。日本宮田祥子の演技が始まります。交差跳び上がり D 難度、この後大きな技です。はい、しっかり決めました。素晴らしいですね。後方の伸身宙返り E 難度、ジャンプの開脚度もしっかり開いています。組み合わせ 0.2 つきます。3つしっかりつながった。大丈夫、2回ターン D 難度。速報の宙返り D 難度、ここもらえる。はい、顔の表情もいいですね。審判にしっかりとアピールしています。さあそしてラストフィニッシュに向かいます。なんとか、いやー危なかった。はい、手はついてません。ロンダードから後方の屈伸2回宙返り E 難度、ああいうところでも本当に修正ができる、もう 0.1 秒の違いでやはり手をついてしまいますので、すぐさま修正できる力持ってますね。そして演技の中で言いますと、ロンダードからの後方伸身宙返り見事でしたね。はい、緊張するとどうしてもこう守りの演技、伸身の姿勢が屈伸になってしまうということもあるんですけれども、おそらく E 難度認定されると思います。そしてこちらフィニッシュのシーン、これももちろん減点は伴いますけれども、はい、宮田の得点が出ます。D スコア 5.8、 E スコア 7.433、 13点台には乗りました。 13.233 です。日本平均台は 38.999 という3人の合計得点でスタートしてきました。さあいきます、日本宮田祥子。表情にすぐ出せるのも宇田選手のいいところなので、はい、これを跳馬の素晴らしい跳躍にいってほしいと思います。宮田の得点が出ました。 D スコア 5.7、 やはり予選からは上げてきました。 E スコアそれでも8点台に乗っています。13点、大きな減点なかったと思います。さあ日本跳馬2人目は宮田祥子です。先ほどの坂口と同じ技、見事。狙ってますね。
晴らしい。いやこの宮田は予選でも E スコア高い得点出たんですが、この決勝も素晴らしい演技になりました。本当にこの跳馬の場合はやる技によって D スコアまず難度点も確実に決まっています。ですからあとはいかに出来栄えで得点を上げていくか。勢い、スピード、高さ、そして距離、着地、いや素晴らしいですね。これは9点、予選が3ですからね、はい、もっと出てほしいですね。いや日本のチームのメンバーこの喜びを、まあ、もちろん着地の部分、今本人は得点が見えたでしょうか。あ予選から E スコアさらに 0.1 伸ばしてきました。 14.400。 宮田翔子も笑顔で見つめる高得点が出ました。